辛い時こそ下を見ろ。あなた、お金持ちなんです。え？ああ、金持ちだ。ちょっと、いいだろ。本当のことだし。でも、よろしいのですか？お嬢様が大食い大会などという下品な庶民のも…イカルガは忍耐力を試すドッキリの遊びで一番早くブチ切れてな。その罰ゲームでここに参加させたってわけだ。俺の…それも恐ろしくて声も出ず。キャベツの芯だ。俺はウサギじゃないぞ。文句があるなら危険…危険だと…さあ…やってやる。俺はウサギになる。バニーボーイになってやるよ。おいしゅうございました。お兄様、触るな。俺に触れていいのはまともな家族だけだ。ではお嬢様の食べっぷりを見させてもらいましょう。イカルガ、行け。休むな。休んだら負けだぞ。やったな、イカルガ。結構です。よろしくお願いいたします。どうなされたんですの？いいじゃないか、ハチの。心配はご無用です。おいしゅうございました。くそ、こんなはずじゃ。やったぜ、イカルガ、決勝進出だ。ハチの子はお好き？ええ、お父様が食べることが。そうですか。決勝ではいい勝負をしましょう。それではお手柔らかにお願いします。また何かトラブルなのですか？ミミズ？どこかから代わりのそばを持ってきてください。じゃあ決勝は中止ということで。いいですわよ、ミミズで。ミミズでワンコそば、つまりワンコミミズです。そちらはいかが？やらないというなら危険でよろしくて。危険するわけがありません。よっ、それでこそイカルガだ。どうしました？そうですか。あなたの勝ちです。
その勝利への執念。話したところでお嬢様には理解できませんわ。こんな大会ぶっ潰してやる。なるほど、読めました。ここは私に。お嬢様はお下がりください。それがたとえ大食いであっても、私の戦いにケチをつけた罪は重いですよ。予備さん、一人で相手にするのは無茶です。お嬢様、ご心配なく。大食い大会のおかげで私珍しくお腹が満腹ですの。だから食後の運動をしないとならないのです。食後の運動ですか。わかりました。ではここはお任せします。ただしちょっとどこかに隠れていてもらえますか。私の食後の運動はかなり激しいので、お嬢様にはしたないところを見られたくないのです。承知しました。では見えないところに隠れてみましょう。ありがとうございます。それでは思う存分暴れさせてもらいます。これで全部片付いたみたいですね。驚きました。本当に一人でやってしまうなんて。大丈夫ですか、ユミさん。どこか怪我でも。違います。お腹が、お腹が減ってしまって。え、ちょっと張り切りすぎてしまいました。せっかくお腹いっぱいでしたのに。もったいない、すごくもったいないですわ。驚きの消化機能ですね。申し訳ありませんが、ここで失礼します。家に帰ってもやし炒めでも食べようと思いますので。では、もう行ってしまいました。ヨミさん。Yeah.